こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの仕事に役立つマインドマップという写真になります。マ、えー、マインドマップというものは脳を紙の上に写し取るというような技法になりまして、まあ、ビジュアルシンキングができる、えー、素晴らしいツールの一つなんですが、まあ、具体的にはこの帯に書かれているこういうような、えー、中心に課題というかテーマのイラストがありましてそこからうにょうにょと線が伸びていくというようなものを書くことにより、えー、脳が非常に整理されて のが活性化するというようよな、えー、素晴らしいツールなわけなんですがじゃあこれを仕事ビジネスっていう部分で使うために、えー、特化された一冊ということになっていまして、えー、自分の能力アップですとか、えー、チームをよりうまくまとめるとかプレゼンテーション能力を高めるとかそういうようなさまざまな、えー、ビジネスのシーンで使える方法がたくさんあります。 載っていますその中で例えば目標達成のためのこの手負かすという、えー、やり方なんかは非常にどなたでも使えるのではないかなと思いますので、えー、お仕事されている方は多分どなたでも使える一冊是非読んでみてください。